Google Moon は Google Earth に似たサービスであり、月の衛星写真を見ることができる。このサービスは Google が2005年7月に始めた。アポロ計画の各ミッションの着陸地を衛星写真で見ることができ、ユーザーがズームをすることで詳細な情報を得ることができる。Google Moon の初期のバージョンでは、低解像度の月の衛星写真しかなく、ユーザーがズームをすると、チーズの模様が現れた。 地図の模様は、高解像度の衛星写真が得られるまで用いられた。Google Moon の最新のバージョンには3つのモードがある。このモードでは、アポロ計画の核ミッションの情報を得られ、NASA による地図、画像、ビデオ Google ストリートビュー形式のパノラマ写真などを見ることができる。このモードでは月探査機のクレメンタインから提供された衛星写真を見ることができる。このモードでは、 月の標高が偽色を用いて表現されていて、標高を視覚的に把握でこの機能を用いると、アポロ時代の月面の地質、地形図を見ることができる。Google Earth 5では、アポロ11号の月面着陸40周年を記念して、2009年7月20日に月面が見られるサービスを始めた。このサービスでは、Google Moon のブラウザバージョンよりも高解像度の画像が見られ、また、 月の地形を三次元的に見ることができる。日本の月周回衛星家具やも月の写真を提供している。ありがとうございます。